どうもシュワルツコフの中の人です。今回はシュワルツコフのグレーカラーのベーシックを紹介していきます。こちらのウィッグを綺麗に染めていきたいと思います。カラーリングの基礎を見直してミスのないカラーリングテクニックを身につけたい、もうちょっとだけカラーリングが上手くなりたいっていう方はぜひ最後までご視聴ください。ベーシックをこれから勉強するアシスタントさん、基礎を見直して教えなきゃいけないなっていうスタイリストさんはチャンネル登録もお願いします。さあ、じゃあ新成分の塗布に入る前に前処理していきます。前処理はこちら、ファイアープレックスのボンドプライマー PPT と CMC を使っていきます。まず最初に PPT から塗布していきます。でしっかりとなじませるように塗布をしていきます。お顔にいかないように気をつけてください。さあ、じゃあ CMC 塗布していきます。で CMC も同じようにスライスを取っていただいてワンパネルずつ塗布していきます。新成分の塗布入る前にですね、毛流れ整えていただいてしっかりとムラなく塗布できるようにしていきましょう。そしたら前処理が全体に終わったら早速新成分の塗布から始めていきます。まず最初にフェイスラインの新成分から塗布をしていきます。根元からディバイディングラインまでを押さえていきます。でフェイスラインから塗っていく理由に関して言うと、お客様が一番気になるところから塗っていくのがいいかなと思いますので、フェイスラインから押さえていきます。そこから次にパートを塗布していきます。
白髪はですねキューティクルがしっかりしているので、染まりムラをなくすためにも塗布量は少し多めを心がけていただけるといいかなと思います。まず、このパートの延長線上に正中線ですね、こちらの方に薬剤を塗布していきます。左右均等に塗っていきます。だいたいゴールデンポイントから耳裏のイヤーポイントまでを塗布していきます。でお顔周りに薬剤がつかないように気をつけながら塗布していきましょう。じゃあ反対側も同じようにゴールデンポイントから耳後ろのイヤーポイントまでをつなぐようにイヤートゥイヤーラインを取っていただいて根元新生部を押さえていきます。これでブロッキングの終わりですね。そこから、このブロックの中を塗っていくんですけれども、各ブロックの上から下に向かってスライスを取りながら塗布をしていきます。じゃあ早速こちらの方から塗布をしていきます。だいたいスライス1センチぐらい、1センチから 1.5 センチくらいを目安に塗布をしていきます。でまずスライスを取ったら表面に薬剤が塗布されていますのでひっくり返していただいて裏面はハケで押さえる程度にしていきます。でそこから表面に薬剤を塗布してやはりスライスを取ったらひっくり返して薬剤を押さえていくような形でベタベタつけないような形で塗布をしていきます。表面だけカップから薬剤を取ってきてひっくり返したらハケで押さえるだけと。基本的に床と平行スライスに取っていただけるのがいいかなと思います。で耳上の部分もしっかりと引き出して裏面は押さえるだけと。タカチャッチで塗っていきます。新生部からコーミング入れながら毛流れ整えてしまうと薬剤が伸びてしまうので新生部にコーミングは入れないで塗布をしていきます。しっかりとスライスを取っていただいたらひっくり返してこちらは押さえるだけで、そこから表面に薬剤を塗布していただいてスライスを取ってひっくり返したら押さえるだけという形で繰り返していきます。で、フロントサイドのブロックが塗り終わったらやはり同じように基線部の部分にコーミングを入れながら毛流れを整えてお顔の方に行かないように毛束をまとめておきます。で次に、バックですね。バックのこちらのところからやはり同じようにひっくり返したら押さえるだけにしていただいてスライスを取って薬剤を乗せてひっくり返したら押さえるだけという形で塗布していきます。で一人で塗る場合はそんなに問題ないんですけれどもこの毛束の行き先ですよね、こうやってしまうと対角線上で
前と後ろで塗っていたりとかすると邪魔なので、こちらは後ろのブロックに置くような形にしていただけると比較的一緒に塗っていく人の邪魔にならずに塗っていけると思います。でバックのブロックも塗り終わったら、テールをうまく使って毛束を下に落としていただいて、でコーミングを基線部のところに入れながら毛流整えていただいたらまとめておきます。最後のブロックですね。最後のブロックもスライスを取っていただいて、ひっくり返して表面を塗っていただいたらスライスを取って押さえて薬剤を塗布して、スライスを取ってひっくり返して押さえたら表面を塗っていただいてっていう繰り返しになっていきます。でやはり毛束を下にまとめていただいた。今度はクロスチェックをしていきます。クロスチェックなんですけれども、バックの正中線から斜めのスライスを取ってバックからフロントまで、一気に行っていきますので、こちらのスライスを取っていただいてしっかりと見てもらって、で足りないようであれば薬剤を足していく。でスライスを取って見ていただいてなじませていく。でしっかりと濡れているようであればそんなに手入れる必要はないと思いますので、しっかりと薬剤が塗布されているかどうかっていうのを自身でチェックしていくっていうような工程になります。で、この部分に関して言うとイヤートゥイヤーのラインをできればまたぐような形でスライスを取っていただいてチェックをしていくとムラのチェックになりますし、塗布漏れのチェックにもなりますので、しっかりとスライスをまたぐような形で、イヤートゥイヤーラインをまたぐような形でスライスを取ってみてください。でこの時にコーミング入れていてきたくなると思うんですけれども、コーミングしてしまうと基線部に薬剤が伸びてしまうので、できれば基線部にコームを入れていただいて毛ながらだけ整えて、それでは反対のクロスチェックに入っていきます。斜めスライスでしっかりと自分で確かめていくような形で、足りなければ薬剤を足していくと。でこの辺のイヤートゥイヤー手前ぐらいまで来たらサイドの髪の毛も一緒に持っていただいて、イヤートゥイヤーラインをまたぐような形でクロスチェックのスライスを取っていきましょう。あともう一つ毛流れ整えていくときに、スライスを取ってハケで持ってる方の手ですね、こちらの方でしっかりとテンションをかけて寝かせていただくとある程度の毛流れっていうのは整うので、なのでコーミングを最小限に抑えたいときはそういったテクニックを使っていただくのも一つの手かなと思います。
これで、新成分の塗布が終了になります。ここから放置時間を置いていきます。さあ、根元の放置時間今15分置いた状態で、そこからですね基線部の塗布に入っていきます。で、基線部の塗布は2パターンですね。こちら側に関して言うと、新成分の薬剤を基線部に少しなじませて伸ばしていくような形でなじませて、毛先の方に関して言うと、ほぼ薬剤つけない状態で、こちら側ですね、こちら側に関して言うと残液または薬剤、新しい薬剤使っていただいて、しっかりと、こちらの基線部の、白浮きしている状態であったりとかの部分に、薬剤を塗布してレベルダウン、もしくは、しっかりと色味を補充していくっていう塗り方のパターンを2つ、していきます。で、まずこちらですね、やっていくんですけれども、どちらの、パターンに関してもしっかりとブロッキングは取っていきます。4ブロックですね。正中線とイヤートゥイヤーラインで、分け取っていただいて、4ブロックにしていきます。で、まずスライスの厚さなんですけれども、だいたい新成分塗布した時の2倍ぐらいですね、2センチから3センチくらい目安にしていただいて、この状態でコームを入れていただいて、しっかりと基線部の部分に薬剤を少し伸ばしていくような形で、ひっくり返していただいて、裏面に関してもひっくり返していただいて、裏面に関しても薬剤を少し伸ばしていくような形で、ディバイディングラインを目安に薬剤をコーミングで伸ばしていきます。ひっくり返してしっかりと伸ばしていくような形にしていきます。同じようにバックの方もスライスを取っていただいて、表面からある程度なじませていただいたら、ひっくり返して裏面もなじませていくような形で塗布をしていきます。で、全体的になじませ終わったら、やはりブロックごとにしっかりとなじませていただいて、表面とフェイスラインはしっかりとコーミングで整えていただいて、このまま少し自然放置していきます。こちら側に関して言うと、しっかりと薬剤を塗布していきながら、レベルダウンとあと色味の補充をしていきたいので、やはりスライスの厚さに関して言うと同じぐらいですかね、新成分の塗布と同じぐらいで、ディバイディングラインを目安にハケから、ハケで薬剤を取ってきていただいたら伸ばしていって、で、必要最低限のコーミングで伸ばしていったら、ハケを使って全体的になじませていきます。で、毛量が多い方とかは横にこうハケを使っていただいて、毛束を広げるような形で裏面まで浸透するような形で塗布して、最後に指でなじませていきながら次のパネルに移っていきます。コーミングで毛流れを整えたら薬剤を置いていただいて、で、一回コーミングをしてなじませたら、ハケを使って裏面まで浸透させるようにしていきます。で、そこから指で挟んでなじませたら次のパネルに行きます。で、塗り終わったら一つ一つのパネルを丁寧に下に落としていただいて、そこからバックの方に移っていきます。じゃあ最後のブロックですね。バックの方もだいたい新成分のスライスの厚さの2倍ぐらいを目安に取っていただいたら、ディバイディングラインから薬剤を乗っけていただいたら、コーミングでなじませて、
ハケでしっかりと浸透させて、さらに指で均一になるようになじませたら次のパネルに移っていきます。で、全て塗り終わったらワンパネルずつ丁寧に落としていって、これで放置時間に置いていきます。毛先まで、パネル上で塗り終わったら、今度はクロスチェックを根元毛先含めてやっていきます。で、同じようにバックの正中線から斜めのスライスですね。で、ここではですね、ある程度コーミングを入れていただいて、根元から毛先までしっかり塗布できているかどうかっていうのを確認していただいて、ハケでなじませていただいたら次のパネルに行きます。同じようにある程度コーミングをしていただいて、ハケで押さえて塗布漏れがないかどうかしっかりと確認をしていきます。で、ここでも同じようにイヤーとイヤーのラインをまたぐようにしていただいて、イヤーとイヤーラインのムラができないようにしていきます。すべてクロスチェック終わったら、ここから放置時間に入っていきます。で、こちらの、薬剤を塗布せずに新成分の薬剤を既成分に伸ばしただけの方も、最後クロスチェックをしていった方が確実ですので、やはり斜めスライスを取っていただいて、根元を起こしていただいて、で、ここではある程度コーミングをしていただいていいので、途中までですね、で、ハケで押さえてなじませて次のスライス、ある程度コーミングをしてなじませてフロントの方まで塗り進めていきます。これで放置時間を置いてカラーチェックをしていきます。さあ、これで既成分塗り終わって、だいたい5分ぐらい自然放置したんですけれども、ここからカラーチェックをしていきます。まず、新成分ですね、ある程度テールでちょっとこそげ取っていただいて、で、その状態で少し浮かしていただいて、ここの根元の部分に関して言うと、白髪と黒髪のコントラストがある程度弱くなっているかどうかっていうのを見ていきます。この状態で一束取っていただいたら、今度はある程度、そうですね、コットンとかを使ってしっかりと薬剤を拭き取っていただいて、まず見ていただきたいのが新成分と既成分の境目、ディバイディングラインですね。そこの部分がしっかりと馴染んでいるかどうかっていうのを見ていただくと。で、あともう一つ、毛先の部分の明度が、ある程度合ってるかどうかっていうのを見ていただいて、OK であればこれでお流しに入っていきます。さあ、これで、シャンプーが終わって仕上がりになります。こちらが、既成分は、塗らずにディバイディングラインのところだけなじませたような形になっている部分方と、あとこちらに関して言うと、しっかりと、薬剤を乗っけた状態になっているんですけれども、ちょっと分かりづらいですかね。ちょっとこちらのやはり、伸ばした方に関して言うと、ほぼ毛先、入ってないので、少しやはり、
白髪のチラチラした光って見えるような部分が見えるかなと思います。ただこちらの部分に関して言うと、しっかりと色味が入っているのがお分かりになるかなと思います。ある程度、しっかりと色味が入っているので、ツヤ感であったりとか、毛先のまとまり感っていうのも出てきているんじゃないかなと思います。本当に何も変哲もないベーシックなんですけれども、一つ一つですね、見直しながら見てっていただけるといいかなと思います。この動画が少しでもいいなと思ったら、グッドボタンお願いします。チャンネル登録も同時にしてもらえると嬉しいです。じゃあこれで終わります。バイバーイ。